はい、皆さんこんにちは、あちでございます。PC88 の総評さんで三国志1パート9ですね、やっていきたいと思いますね。ちょっとカーンさんとね、純育さんでやってしまおうと思ったんですが、なんかちょっとうまいこと言ってないみたいですね。郊外さんあっちね、仕方ない、郊外さん表に出しちゃおう。で、あとは向こうさんがどう来るかね。ああ、やっぱ回り込んでくるね。ということはどうしちゃうかな。そうだね、郊外さんこっち持っていこうか。でカオさんちょっとずらして、引っかかんないわね。さ、張飛さんに引っかかる人ってそうそうね、私ぐらいですよね。もう総評さんぐらいしかいないですよね。でこう来るんで、で純一さん持ってくでしょ。で郊外さんにこっち行かそうか。どうしようかな、一応攻めるか。このね、水軍も、あ、この人ね、水軍持ってる人なんですけど、プラスって書いてるのは水軍持ってる人のはずなんです。で持ってる人にはあれなんですけどね、持ってない人が水にいて、持ってる人で陸から攻撃すると、あの結構大ダメージ食らうんですよね、相手さんね。はい、塞いじゃおっか。あ、シュートと味方についちゃった。どうしようかな。カーンさんね、相手も攻めるか。攻めちゃおう。周曹さんね、この人能力、あ、武力いいですね。カリスマ83もあるね。知力はもうね、張飛さん並みですけどね、なかなかいい感じですよね。いい人手に入りましたね。でもやっぱりね、頭いい人欲しいよね、本当にね。中入れてあげるか。中入れてあげてもいいね。あ、観念さんなのか。あら、あららららら、これちょっと怖いね。カンウさんで、張飛さんね、こっち行っとこうかな。どうしようかな。あ、長期戦になっちゃった。援軍、わー、ちょっとそんなに援軍いいんだけど、あー、いいんだけど、関仙さんにちょっとお金あげようか。500ね。はい、いやー、兵力の差では全然負けてないんだけど、いやー、参っちゃったなー。あまりね、兵糧の前を出たにしちゃうと火つき出すと怖いんでね。いっぱい来ちゃった。はい、じゃあもう攻めに行きましょうか。皆さん、もう味方に押されてしまってるんでね。はあ、そうですね、もうどんどん行っちゃいましょう。周曹さんね、じゃあちょっと行きましょうか。カンペさんね、あ、いやいや、あ、ここで囲んじゃおっか。郊外さんは突っ込ましていいかな。カンさんね、はい、はい、ソニーさん捕らえましたね。で、カンペイさんどうしようかな。まあ、兵糧がもうないんだけどね、兵糧攻めするつもりが。こっちの兵糧も怪しくなってきましたよね。ちょっと待ちましょう。
あ、来ないね。タイジーさんだと突っ込んでくるかなと思ったんだけど、あ、コウガイさんで囲んじゃいましょうかね。はいはい、加工商さんに仕掛かえます。もう皆さん突っ込んでいきましょう。もうこうなったら致し方がないです。はい、関東さんね、どうしようかな。気はつかないね。キリュウホーさんで、リョハンさんに兵糧を見てもらいましょうかね。密かに武力上がってない。あ、捕まえたと思ったんだけどね。郊外さん突っ込んでいきましょうか。いや、兵糧攻めで行きたいんだけどね。兵糧攻めでいいんじゃないかな。兵糧攻めに切り替えようか、また。ね、兵糧攻めに切り替えます。2700。あ、でも、優柔不断だな。戦うか。硬いね。あ、10ないとね、総評さん水軍持ってないんですよね。あ、出てきましたね。敵が炙り出されてきたので、囲んじゃいましょうか。そうね、もう向こうの兵が少なくなったので兵糧攻めができないですね。郊外さんなんで、いけるでしょここ。はい、飯抱えます。あ、そっか、兵がいっぱいついて置けないのね、あれした人は。あ、囲み出した。人は予断移動できません。ジュニックさんね、あ、しまった、待機しちゃった。ね、長飛さんね、はい、劉風さん突っ込むかな。突っ込んじゃおっか。あ、痛いね痛いね痛いね痛い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 、あー痛いね。そうだね、ここで、はい、チングさん飯抱えます。で、関東さんね、はい、突っ込んじゃおう。リホーさんね、火はかけれないよね、大志さん相手じゃね。ジュニクさん運転だ、そっか。ちょっとジュニクさんね、下げて、郊外さん、あー、罵って無理か。裏回っていきましょうか、皆さんね。大志さん、硬いもんね。関東さん、火かけれない？あ、かけれないか。流行さんも見た。あ、隠れた。いけたね。これで風次第だね。はい、純育さんね。で、囲んで。で、調理さんで。なかなかあれだね。でもあんまりね、これ。ああ、長期戦になっちゃった。敗戦の陣にしちゃうとね、敵さん突撃してくるんでね。ちょっと大志さんの突撃はやだね。さあ、相場悪いな。さあ、
ああ、どうしよう。純育さんね、一応ね、罠仕掛けましょう。あ、仕掛けれた。これでね、これでもうとりあえずは良くなってきたね。カオンさんも、あ、仕掛けれるね。これ移動力どうなってんだろうね。よし、あ、いけたわ。で、計略仕掛けてね。で、減らしておこうか。そうだね、突撃されてもいい人にしておかないとまずいよね。だもんで、そうか、カムさんそこだったのね。で、チョウヒさんここに置きましょう。で、カンペイさんここに置こう。あ、カンペイさんをここに置いて、あ、ほんで、3回。これで、へえ、お、どう？あ、突撃してこなかった、よかった。はい、カンネさんね、召し抱えます。タイシーさんは打ち首ですね。逃がしてもいいんだけど、あと厄介だもんね。ワンの場合は一度苦しになった人はもう召し抱えることはできなかったと思いますね。あー、もう204年だ。あー、早い早い。もうね、うわー、悪いねー。ちょっとあれ作らないといけないね。悪い人を良くするための国を作らないといけないね。誰を置いていこう。誰を置く。あ、劉邦さんだね。劉邦さん残していきましょう。10国に行きます。劉邦さん、そうだね。関東さんを連れて行こっか。で、ヨハンさん、カンネさん、チングさん、シュウソウさんもダメだね。これを残して、お金は持っていかずに。で、兵糧だけね。あ、兵糧もいいですね。いや、行かせます。すいませんが。で、人雇える？あ、雇えますね。どうしちゃおう。関東さん。あ、関東さん大したことないんですね。知力47の武力55ですもんね。そうなると次どうしようかな。炎術さんはもういなくなっちゃったから、戦うために彼らが必要です。純育さん2万でね。で、郊外さんも2万で。関東さん0にしちゃおうか。とりあえず関羽さん、チョイさんね、どうしようかな。まあ、ちょっと今はね、大事な人なんでね。観光さん、そうだね、観光さん忠誠度高いから、ちょっとこれぐらいにしておきましょうか。そうですね、どうしよう。8月、あ、兵糧がないから攻めれないね。商人で、あ、またこれ年明けだね。で、この国はですね、忠誠度こんなんだからね、ちょっと忠誠度上げていくようにしましょう。カンネーさん、知力52の武力90なんでね。しかも兵がめっちゃいるんで危険
変だな。今カンネさん抜かれるともうガタガタなるんで、ああね、だもんで先に再編成しちゃいましょう。カンネさん0にして、リュウホウさん2万の残りシュウソウさんにしましょうか。はい、じゃあね、ちょっと時間も良くなりましたので、この辺で終わっておきたいと思いますね。PC88 の総評さんで三国志1、この辺にしておきたいと思います。どうもありがとうございました。